はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日何作りますか？今日はね、冷麺。冷麺。冷麺ってしてる。これ、アンド、普通にもやしね、これ。普通にもやし。出すめんどくせえけど気持ちいい。家帰ってさっさと作ってみますか。でももうじゃあソースから。めっちゃ人が見てる今。ないね、いるから。ね、はい、それじゃあ行きます。じゃあジャンプしてもらいます。ワープするんで。いくよ。はい。滑った。着地失敗。おかえり。ただいます。今日は早沼が作った。はい、材料のチェック。卵、リンゴ、レモン、キュウリ。キュウリ、もやし、鶏ガラス、それ実はトグロ兄弟、それ、ね、もしかしてあ兄じゃいる今日、うん、兄じゃいる、兄じゃだよねそれ、兄じゃいるから、兄じゃと一緒に今日クッキングする、あマジで、で麺、麺ね、はい、噂ので、でキムチね、はい、それじゃあはいはい作っていきます、はい、はい。それじゃあ今日はタレから作っていきたいと思うんで、冷麺の、うん、どんどん入れていこうかなと思います。じゃあ1500ミリでいきます。はい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 。水を1500ミリリットル入れるんだ。ということで、はいはい、水1500ミリリットルね、はい、はい、醤油、うい、酢、次砂糖、はい、1、塩、はい、薄くで混ぜ、はい、混ぜ、美味しくなったよ。はい、次、あ、来た、鶏ガラスープ、来たよ、これ大さじ5杯入れます。へい、レモンレモンジュース、ジュース絞るわけね。 100% 中 200% 入れるんだ。ごま油小さじ3杯入れます。はい、来た、隠し味に、うん、フィッシュソース。隠しソースか。隠し味。はい、ちょっと薄かったら、まあ、あのお好みで醤油とか、あと塩、レモンをご自由に足してってください。それじゃあ具を作っていくよ。兄者、じゃあ具を作っていこうか。そうだね。具を作っていこう。卵茹でます。はい。これはもう思いっきりオーバークックでいいと思います。はい、それじゃあきゅうり、これもこれどういう風に作っていこうかな、うまくできるかな。ドラムケアできて、次は火の、うん、じゃあ最後から歌ってみようかな。なんかリンゴちゃんの歌ありましたよね。リンゴちゃんの歌なのか分からん。どういう歌だったっけ。あなたはすぐに写真を撮りたがる。こんな感じだったかな。真ん中から剥いて、うん、両サイド取ると、うん、はい、はい、はい、それじゃあもやし火通ったんで冷やします。こんな感じですね。トッピングキムチ、これを食べやすく刻もうかなと思います。はい、じゃあもうちょっと食べやすいように。
もやしですけど、軽く絞って水を切ります。余計余分なやつ。軽くちょっと絞ってみました。これから麺を茹でるよ。そろそろ沸騰したので、麺入れていきましょう。ちょっと麺にしましょう。すごいブラウンだね。ちょ、待ってこれ。これさ、うん、ヤマトタケル。なんかムカつく。はい、じゃあ入れます。えい。タケルを入れたわけね。はい、タケル入れたわ。タケルの断髪チキン。はい。3分かけてくださいね。はい、3分いきます。はい。まあこれ、頭にかぶったらボム回りになるね。そうですね。な、え、ま、な、くらい。アビニルセン、カナピアルダイって。リスってませんから、リスってませんから、楽しく、はい、リスペクトして楽しく作ってるんです、はい、なんでじゃあレイカーンリスってないですか。リスってないですね、はい、リスってないですね。リスってないです。3、2、1、ポニーよし。タタ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 タこれがたまんないっすよね。せーの。伸びすぎ。伸びすぎ。多分ハイドマンの成功を得るんだよ、これ。すげえな。すげえ伸びるね。な、何それ。伸びるなー。すげー。ねえ、アニーじゃこういうなんかスタートさなかった。ありましたね。アニーじゃん。アニーじゃんの髪の毛、まさか。俺の髪の毛じゃないぞ。これはちなみに付属品なんで、はい、後で検証してみたいと思います、はい、手作りが美味しいか、粉、これ水で薄めるだけなんですけど、はい、はい、検証してみたいと思います。ペチペチないですか。ペチペチペチあるよ。今から空振りしたら今で、そしたらあれ、なんで、はいはいよはいはい、早くでこれや。はいはい。じゃあ、はい、スープ入れていきたいと思います。ルーシーを入れていくわけね。ルーシー、いやー、これはうまそうだな。これまた、うん、うまそう。盛り付けはだいたい時計回りに置いていくとベストですよ。いいんで、うん、ドバーってきたね。ドバーってきたね、これ、うん、ドバーってきたもん。余ってもしゃあないからさ。そうだね、ドバー。次はアポ、赤い子も、赤我慢できない、我慢できないやつ、はい、赤我慢できないやつ。もう卵のクオリティ両方違う悲しいね悲しいから半々でいこう。うん、半々でいこう。このトップが寂しいんで、うん、ガーデンに生えてた、庭に生えてたこのコリアンダーをちょっとおまけでつけちゃおうかな。はい、僕ね、コリアンダー大好きなんですよね。俺も。完成です。いいね、ティニーニーニー。うん、はい、ということで、はい、完成しました。完成しました。韓国冷麺、冷麺お味はどうでしょうかね。いただきます。めっちゃ伸びるし、これすげー。冷麺、冷麺、うん、冷麺ですね。冷麺で、酸味はもっと欲しかったらレモンかける感じです、ね、はいはいはい。かけます。うん、これね、酸っぱさはもう好みで合わせた方がいいかも。そうですね。うん、うん、うん、ちょっとごま油もかけてみよう。このごま油ね、意外とね、中国のね、ごま油の安いやつ、結構ね、これうまいですよ。だってびっくりしたね、これ。うん、ねえ、うん、ちょっとじゃあごま油入れてみます。うん、うん、冷やし中華だよね、うん、間違いなく冷やし中華。うまい、うまい、これ最高。あと実は、はいはい、先ほども言ったんですけど、うん、付属の、はい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 、合格してない、はいこれあの粉と水でもうすぐ出ちゃうスープ、はい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 、はい、これちょっとあのどっちが美味しいのか検証してみようかなと思って。はいはいはい、市販で作ったやつね。え、
え？水の無量って、ん？合ってるよね。合ってる。あれ？これ検証結果、うん、もう自分らで作った方が断然美味しいですね。全然美味しい。うん。ほん、ちょっと待って、もう一回検証していい？これは袋の中入ったやつだね、これの。え、これ全然なんか冷麺って感じしないんだけど。うん。こ、うん。うん。あ、絶対自分らで作った方が美味しいです。美味しいです。酸味が足りなかったらレモン、そう、レモン後で入れて、うん、冷やし中華寄りにしたかったらごま油入れればもう、うん、めっちゃもう進みます。そう食が。で、好きなようにこれトッピングもしていいと思うんですよね、もっと、うん、好きなもの入れて、好きなものもほんと自由にその辺は、うん、食にね、その冷麺はこうじゃないといけないみたいなことはないと思うんで、うん、あとコリアンダーが意外と合うっていう、うん、合う、これ、うん、なんかこの粉の付属品のやつ全然酸っぱくないですね、うんうん、素晴らしい。あと薄い、なんか薄い、うん、食べやすいだけっていう、全然コクも何もない、うん、全くないです。ほんとに全くない。自分で絶対作った方がいいと思います。はい、ということで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかったですね。美味しかった、本当に美味しかった。うん、本当にびっくりした。うん、うん、いいですね。今度もっとトッピングしてね。そうですね、うん、もっとトッピングして、もし気になる方は今日入れた材料を入れてみて、うん、ぜひ試してもらいたいなと思います。はい、ということで、また次回お会いしましょう。はい、バイバイ。